前回の龍が如く6。会社は男も女もお前と面識がなかったってことだったな、桐生。だが俺は中国人がなぜ達川を殺したのかを知りたい。前に秋山と一緒にいた時、江戸っていう中国人とやり合ってな。多分西洋界の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。秋山さんも慎重なんでね、連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか。分かったよ、少し時間をくれ。ああ、頼む。お、電話来たぞ。早いな。桐生だ。秋山です。おお、連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか。ああ、お前は今どこにいる？まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか、お前に聞きたいことがあるんだ。この間江戸って中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ？西洋界の中でってことですか？幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口聞けるメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。江戸と話がしたい。あいつの居場所はわかるか？江戸と話したいって、なんでまた？西洋界が遥の事故に絡んでいるかもしれないんだ。江戸がいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店が江戸の仕切りなんですけど。なんだ？桐生さんが店行って江戸と話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は西洋界の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか？いいのか？どこで会う？劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。桐生さんはお一人ですか？ああ、一人で行く。わかりました。俺もすぐ向かいます。でも、今度はつけられないようにしてくださいよ、桐生さん。ふん、わかってる。劇場前広場のアパホテルだったな。行ってみよう。アパホテルに向かえ。どうもこんにちは、あたりです。龍が如く6プレイ実況続きです。あ、ホテルあるじゃん。こっちからは入れないね。通行ドゥメだね。というわけで秋山さんから電話を待ってたんです。あ、なんだよこれ。こっちは忙しいんだこれ。え、これやんのか、やんのか、やんのかこれ。これ750円もらったけどありがたいな。450円ありがたいな。あれも投げなしのお金ありがたいな。よしおい、しばらく寝てろ。小学生かなんかだったのか。まあいいや。というわけで、秋山さんを、秋山さんから電話来るの待ったんだけども、速攻で電話来ましたね。ありがたいね。アパホテル、私が社長です。いつの間にか続けられてた。お、ゆっくり歩いて人気のないところへ行こう。ここからなら。お、そこで商売だ。あ、ちょっと待って待って、僕が読むのが追いつかないぞ。どこに行くって言ってた？劇場前うんぬんかんぬんって言ってたな。お、で、誰かいるか。どこつけられるか分かんない。僕にはさっぱり分かんないですよ。誰かつけてきてるか。本当か、気のせいじゃないか。ん、ん、誰かいるのか。さっきから俺をつけてるのはお前らか。登場会？じゃあ、オーミか？あ？誰だ？問答無用か。中国人じゃないっぽくない？謎の資格。
やっぱ登場会じゃないか。ホド、ホドさん、ライズアップがある。ライズアップ、ライズアップ、あとで行く。よし、ダッス、セイ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 サーク、シャンジャー、よいしょ、あ、いいよ、あ、あれチュン、セイ、はい、よいしょ、よいしょ。つまらない戦いを繰り広げている。申し訳ねえな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よし、こいつら登場会な。やっぱり染谷なのか菅井なのかどっちかだな。なんで登場会の人間が俺を。アパホテル6階へ向かえ。ライズアップがあるからちょっとライズアップ寄ってみていい？何してる？え、何？何これ？大丈夫か？ライズアップ行けないじゃん。さて、アパホテルに着いたぞっと。ここの6階だぞっと。だな。6階へ。こっちか。ドアが開いてるのはここだけだ。この部屋の中で待てってことか。秋山。ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。誰だ、ゲスト。え、誰。人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、桐生さん。いたね。お前なんでここに。最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。登場会の菅井ってのも穏やかじゃないんで。やっぱそうか。キリュウさんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。ありがてえな。どういうことだ。いやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ登場会の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の登場会本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。まあだろうな。仕組まれた。まあだろうな。順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。はいはいはい。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると登場会以外にないんです。登場会のもんがアジア街に火を。ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然登場会と島争いが始まりました。でその構想が収拾つかなくなると薩はうちの6代目に責任かぶせて逮捕。
トップ不在の登場会は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と採用会はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が採用会を神室町に引き込むためで、その後の構想は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は登場会の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ。それじゃ俺はこれで。そっちから出ていくのか。登場会には今の室田君みたいに考えてるやつが他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと採用会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。神室町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが登場会と中国マフィアの抗争に加えて人権派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。というと迂回ルートもあります。ほう、迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。
セレナに戻って南雲と雄太を呼ぶか。よし、行こう。ニューセレナへ向かい。そうか。まあもうなんか直接対決だな。エドって本当どの程度のあれなんだろうな、幹部としてどのぐらいの地位なのか気になるわ。できればすげえなんかイベントやつでいてほしい。あんまり戦いたくはない、うん、そこら辺は仕方ないけどね。とりあえず南雲と、ゆうたくんを連れてアジアガメで行きましょうかね。悪いな、待たせたか。飲みすぎだ。キリュウの兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも達川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあお前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞ、その酒は。一本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ踊れ、なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川をあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカンブロ町を組んだら目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても達川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。よし、アジア街に待ち合わせだ、行こう。じゃあアジア街まで行きます。それじゃ。よし、到着したぞ。兄貴、アジア街じゃ。秋山ゆんはここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、キリュウさん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、ユータ、あいつが秋山だ。ええ、へい。距離空けてね。なんかいい感じのチャイナソングが流れ始めた。キリュウさん、エドの店はあれです。少し遠回りになりますけど、他の建物伝えあそこに忍び込みます。分かった。他の建物伝えこっちです。裏に入るのか。
改めて秋山です。ヒロさん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった辰川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。お前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして、それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。それ同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから。どっかで見たことあるな。気休めかもしれませんけど、いいでしょこれ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと裕太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。はい、自信はないですけど。物音立てずにね。ビルの屋上へ向かえ。携帯鳴っとるよ。以后全部确认完了吗？是吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工作结束了，辛苦了。哦，多的。啊，对了，你今晚你有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿。いいですよ。よし。キリちゃん割と優雅に歩くな。危機感なさすぎるぞ。濃度立てずにってカツカツ言ってますよ。どっから屋上行ける。おお、あら、あら、やだ。キルさん、俺が先に行って様子を見ます。はい、合図したらこっちに来てください。はい、止まって。キリュウさん、キリュウさん。いい、オッケー。ああ、上ですね。はい、
有可疑人物混进来了。哎，他应该躲在附近，找出来。バレてるじゃん。キリュウさん、バレないように隠れて。どうやって？找到了，在这儿。見つかってんじゃん。あもう。仕方ねえな。そんな早かったな。よし。よいしょ。えい。えい。あ、来たー。結局来るんかい。痛い。痛い。よし。よいしょ。剣空ださ。よいしょ。どりゃ。よいしょ。あ、やばい。くそ、このコスじゃ。キルさん、今のうちに早く。わかった、ロープだ。あれ、ああ、そういう感じ。ここから？どうも。おいおい、どうなってんだよ。すまねえな、通るぞ。こっちにもいろいろ訳ありでね。とりあえず屋上目指していくわ。あ、ありがたい、ありがたいな。どうも。誰もおらん、誰もおらんね。よし。わお、なんでお前いるの。倒したい。楽しく寝てろ。これあともう一回来るな、きっとな。まあいいや、それはそれ、これはこれだ。お、屋上に着いたか。へえ、一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。お願いします。あそこ、あ、どこだ。ここから飛び降りればいいのか。よいしょ、うん、おお、みんな来たな。やけに静かだな。 あれ誰もいない。もしかすると罠かもしれないな。この状況で罠を警戒できるってなかなか、さすがキリュウちゃんだな。くぐってきた修羅場の数がちげえな。ああ、罠です。どうやら悪い予感が当たったようですね。面白うなってきましたわ。戦いたくねえな。よいしょ、よいしょ、よっしゃい。スッスッスッ、あたすい、ちょい、スッ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 、あたすい、あたすい、やめろ。よいしょ、来いよ。よいしょ、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 じゃあや、まずお前を倒したい。よし、倒したい。よいしょ、よっこいしょ、あいよ。ずん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 ず
行くぞ。どんどん来る。おれおれ、踊れらの相手はこのわしじゃ。うわ、ユタ、そっちは任せた。わしらに任せてくれりゃいい。エドの部屋は2階です。キリュウさんはそっちへ向かってください。なるほど。行くぞ。エドの部屋どこだ。エドの部屋真正面か。よし行くぜ。邪魔だ、ブルーゲイ、邪魔だ、ブルーゲイ、邪魔だ、邪魔だ。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな。俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。キリュウ・カズマ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？辰川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、辰川を殺したのはこの私だよ。なぜ辰川を殺した。聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が。俺の質問が先だ。辰川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。辰川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんはヘイハイツという言葉をご存知かな。第7章のタイトルだな。知らねえけど。中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。お？彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。なるほど。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。遺説によれば、その数は数億人。やべえ。辰川という男はそのヘイハイツの一人だった。日本に密告、中国人だったってこと。密告したって西洋会は多くの兵配置を日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。はあ。辰川が余命連合会の極道になったのも、いつか我々の役に立つため。はあ。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。辰川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ。さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければ、あの世で辰川から直接聞くといい。
この私が達川のもとへご案内して差し上げよう。キリュウカズマ、ここがお前の墓場だ。フルリガル、最妖怪幹部エド、もう決着つけるか。買ってこいよ。くれでしょ、どっかしら。でしょ、どん。あ、そんなところで。あら、ジャッキーチェン。おる、ボタン押す準備できてるぞ。あら、シュイシュイ押せる。よいしょよいしょ、スイスイ。反撃してくる気全くねえな。来いよ、よいしょ。その技は一度見たからな、覚えてたぞ。あっつー、危ない。こっちも本気出すか。おりゃ、スイ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 。投げるもの多いな、この辺。よいしょ、スクエも投げるか。よいしょ、来いよ。ガタコン、これでいけちゃう。正義の味方、ご一行様の登場じゃ。わしらを忘れちゃ困りますぜ。キレの兄貴、助立ちします。これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。よしよし、倒した。よし、はい、よし、シュイシュイシュイ、よいしょ、イスイセイセイセイイスイダッシュイスイ、よいしょ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 よ。やれ、やちまえ。お前で最後か。ザーリャーでしょ。よし、オッケー。キリュウの兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。お、あん。ありゃ、マスゾエか。マスゾエ、やっぱ採用会と妖面連合つながってたんだな。まあ、さっきもエドの話の中で妖面連合に入ってたみたいなこと言ってたから。踊れる、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうも。どうなってる。なんでお前がこんなところに。妖名連合会の幹部が中国マフィアとグルなのか。
陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なら東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。お、ちょうど潮時だな。舛添単体で裏切ってるってだっけ。これはな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も辰川と同じってことか。辰川。辰川は中国人のヘイハイズとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。はあ、ただ俺は辰川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが辰川を殺した理由を聞きに来た。辰川があんたに何の関係がある。辰川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの。そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。舛添、早くこいつらを撃て。何を持ちぶっている。落ち着いてくださいよ江戸さん。ボスが来てます。ボス。何、西洋界のボス。ボスがなんでわざわざこんなところへ。私は西洋界総帥のローというものだ。どんどん、香港西洋界総帥ビッグロー。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは舛添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地。え、何つった。生产者不能被人知道的。ポケトークをください。ん？何？え？え？把枪放下来。あ？キリュウさん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。はあ、もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで。え、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だがそれであんたには何の得がある。まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。はあ、
分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。